今日は夏の心霊特集ということで、お笑い芸人の C さんをお呼びしました。どうも、C です。あはは。忙しいところわざわざこのコーナーのためだけに来ていただいて。ほんまや、心霊コーナーのためだけに呼ばれるってどないなっとんねん。やははは。君、笑ってばっかやな。いや、ウケる。何がやねん。C さんといえば今まさに売れに売れているピン芸人として見ない日はないくらいですが、芸人になる前は制作会社で AD やってらしたんですよね。そうです。若い頃は AD やってました。へぇ。それがお笑い芸人になったきっかけは？テレビ業界に昔から憧れがあって、トンネルズさんおるやん。ほんま生だらに憧れてな。そんで自分もおもろい番組作りたくて制作会社入りましたけど、いきなり小僧が番組制作なんて携われるわけもなく。AD から言うて仕事やってましたけど AD なんて使いっぱやからね。ほんまきっつい環境で奴隷ですわ奴隷。頑張っていたけど給料低いしこれじゃあかん思うて就職探したけどなかなか見つからんて。まあ額もないし、しょうがなしに吉本の養成所入った感じですわ。それが今や一発芸人。誰が一発芸人やねん。あはは。それでその AD 時代に体験した話をしてくれるというわけで、今日スタジオに来てくれたんですよね。そうですね。いくつかあるんですけど。聞きたい。もともと霊感はあったの？小学生の頃に火の玉見たとかそういうのはあった。へぇ。あと金縛りにはようあったな。実家近くがお寺で、よう金縛りにあったんよ。ボロ家やったんやけどいつも人の視線とか感じてな。寝てると声とかするんやで。そんな家やだー。やだ言うても物心ついた頃からそんなんやから、それが当たり前思うてたわ。友達が泊まりに来たら二度と来なくなったけどな。後で聞いたら例の通り道やったって。まあ友達の気持ちはわからなくもないかな。それじゃ、前置きはそれくらいにして体験談お願いします。それじゃ最初は昔よくあったアイドルを心霊スポットに送り込むやつ。見たことある？ああ、あったあった。あれでね、アイドルが調子悪くなるってあったでしょ。あれは大抵やらせ。それ言っちゃっていいんですか？もう時効や時効。でもたまにガチな現場があってな。ほう？ワイが体験したのはアイドルの王っていうのが昔おってな。それが一人でカメラ持って心霊トンネルに入って戻ってくるって企画やったんよ。それ絶対無理。王も最初すんごい怖がってね。一応霊能者っちゅう親父連れて行って、その人が数珠渡して、これが切れたらすぐに戻ってきなさい。と言ったんや。それで王は半泣きしながらトンネルに向かって行った。うん？ほんでトンネル入り口まで来た時に、無理です。って泣き出して戻ってきた。それじゃ絵にならないからとディレクターも強引に行かせるわけや。大は応急しきながらゆっくりトンネルに入ってった。トンネルは100メートルくらいの長さやったんやけど、半分くらいしたら急に走り出して向こう側にダッシュしていった。怖っ。待っていたんやけど、なかなか戻ってこない。呼んでも返事もない。ほんでしゃあないので迎えに行こうって話になったら霊能者のおっさんが、あかんあかん、言い出した。何があかんのか聞いたら、大勢の霊がこっち見とる。はよう逃げようや、言うんや。でも置いていけませんよってディレクターと揉めていたら、王がこっちに走ってくるのが見えた。霊能者のおっさんパニックよ。あかん。あの子、もうダメや。叫んでロケバス降りて逃げてしもうた。そんなにヤバかったの？走ってきた王は白目向いて変な走り方しとった。ほんでなんとか取り押さえたんやけど、暴れてどうしようもない。女とは思えない力で暴れてな。ワイなんか顔蹴られて歯折れたし。それで？なんとか収まったんだけど、王はしばらく気を失って、起きたら記憶がない言うてた。覚えているのはトンネルに入って真ん中くらいで、数珠がいきなり切れて飛んだんやと。戻ろう思って後ろ見たら男が立っていたらしい。そんで向こう側に逃げたらしいんやけど、そこから記憶がない言うてた。
それでその王さんは？わいもよくわからんけど、その後すぐに事務所辞めた言うてた。なのでその後はわからん。ふえ？それじゃもう一つ、昔失踪した人の情報番組あったやん。あったねえ。事件やったかな。奥さんが急に失踪したいう話があって、旦那さんが起きたら急にいなくなっていたって話で。うん。一日探したけど見つからないので警察に捜索願い出して、しかし捜索虚しく見つからなかった。当時は結構話題になったらしい。主婦の神隠しか言うて。ほんで番組に話が来た。番組でも一応は下調べするわけやけど、その奥さん評判良くて浮気とか借金作ってたとか、そういう類の話は全くあらへんかった。大抵の失踪がそういう理由からドロンするらしいんやけど、そういうものなく旦那さんとの夫婦仲も特に悪くないって話でね。自宅から夜寝ていたら突然と消えていたちゅうわけやから、誘拐の線でも捜査されたらしいが、その痕跡がなかったらしく、謎が謎を呼んでな。そんな事件あったんだ。財布の入ったバッグも置いたまま旦那と子供置いてどこに消えたのかって騒ぎになって、当時は携帯なんてまだみんな持ってなかった時代やから、本当に足取りがわかんなかった。それで番組では霊能力者による霊視を試みるっていう方向になって。そういうのあったねー。ほんで会社がよく使うテレビ慣れした霊能者を呼ぼうとしたら予定が入ってて、この際マンネリもあれだから海外の霊能力者使うかって話になった。そこでアメリカから霊能力者のおばちゃん連れてきたんや。おばちゃん。 FBI 御用達で何事件をいくつも解決、いう触れ込みで連れてきたけどな、実際はいくつかの捜査をお手伝いした程度やったそう。そのフレーズよく使われていたね。そうそう。で、通訳連れてその家に行ったわけや。事前の情報は簡単には伝えていたが、霊視の邪魔になるからと言われて、詳細な情報は何一つ教えてなかったってディレクターが言ってた。へぇ。旦那さんと小学生の男の子が二人、インタビュー形式で失踪当時や奥さんのことなどを話してもらいながら撮影はスタートした。淡々と撮影が進んでな。霊能者のおばはんは通訳さんからずっと会話の内容を聞いていた。撮影も終盤になり、旦那さんとお子さんにいなくなった奥さんお母さんに一言呼びかけるって場面になって、旦那さんも子供さんも涙ながらに帰ってきてと訴えてた。もう現場も涙なしにはおれんかった。わいも泣いたし。 C さん、その顔で泣くとかキモい。誰がキモいねん。わい勝て泣くわ。子供のお母さん戻ってきてって言葉が泣けたわ。そんでいよいよ霊能力者に見てもらうってことになった。それまで通訳の話を聞いてうなずくだけだったんで、大丈夫かこのおばはんってスタッフはみんな心配してた。これなら別の霊能力者の方が良かったかなぁなんてディレクターは話してたくらいだったしな。そもそも呼んだのお前やろって思ったけど。それで霊視を始める言うんで、おばはんは目をつむって奥さんの写真を手にした。そんで2、3分経ったくらいかな、いきなりテレビがついたんや。スタッフか誰かがぶつかったとか、リモコン踏んだかと思ってキョロキョロしていたんやけど、みんな顔を横に振るばかり。するとおばはんが、と唸り出して、そんで部屋の電気が消えた。消え。そしたらテレビ画面がザーって砂嵐になってな。おばはんの唸り声と砂嵐の音だけになって、そこにいた全員だんまりよ。気がつけばほとんどのやつがテレビに視線を映してた。テレビ画面にな、砂嵐の映像にうっすらと大きい池、湖みたいなのが映り始めたんよ。ちょっと怖いんですけど。旦那さんが何かの演出ですかってディレクターに聞いたりしてたんだけど、ディレクターは小声で違います答えてた。Y は音声さんの後ろにおったんやけど、なんか変な声が聞こえるって言い出して、Y も正直かなりビビってた。テレビの湖みたいなところに今度は人影みたいなのが映り出して、子供が怖い怖い泣き出した。おばはんはうなり続けているし、テレビには変な影が映り出すし、電気はつかないし、もう現場はホラーよ。
そしたらテレビの人影がはっきり女の人や、ってわかるシルエットになって。うん？うなってたおばはんがピタッと黙った。そんでそのまま旦那さんの前に歩いていって、そんで目を開いて一言。水の中は冷たいわよ。いや。しかも日本語。やばい、怖すぎ。で、テレビもブツンと消えて真っ暗。すぐに電気ついたけど、旦那さんの顔見たら顔面蒼白。子供二人は震えて泣きながら抱き合ってた。それ怖すぎでしょ。っていうかおばさん日本語話せたの？いや、まったくやで。通訳と話すときは全部英語やったし。それがいきなり、水の中は冷たいわよ。って普通に言うんやで。それでどうなったの？おばはんはそのまま黙って家の外に出て行った。通訳と女のスタッフが追いかけて行ったんだけど、残されたわいらは旦那さんの怒り沈めるのに必死やった。あれはどういうことだ？って怒って、自分が奥さん殺した言うんですか？ってディレクターにつかみかかっちゃって、すんません、すんません、と一度謝りっぱなし、最後は出ていけ、の一言で終わったんやけど。結局旦那さんが犯人だったって話？それがわからん。警察も旦那さん疑ってたらしいけどな。しかしたとえ旦那さんが犯人言うてそんなオカルトな映像が証拠にはならんやろ。番組もその湖高の場所も調べたけど結局はわからんかった。その後旦那さんが捕まったっていう話も聞いてないし、どうなったんやろうな。そん時の撮影があまりにガチすぎて結局映像も使われんかった。いやー C さん、それは怖いわ。Y が持っとる話で一番怖いのこれかな。怖い話している時の C さんの顔が一番怖かった。もうええわ。本日のゲストは C さんでした。ありがとうございました。また来週。